ポンと入った、はい、そしたらですね、あのいわゆるメイングラウンドであの選手の動き、無駄のない動き、しかもなおかつスピーディーに、そして迅速機敏にですね、次の種目にあの移行していくですね、あのいわゆるスピーディーな動き、またいわゆるそのプランニングの使い方ですね、作り方、うん、これは私はね素晴らしい練習方法を組み入れてるなと思って、まずそこにね、どうにも抜かれたんですよ。長嶋さん監督になられたら、どの球団のどういうタイプの野球、要するにどの監督が一番好きだったですか、こういうことをやりたいと。やはり我々のイメージから見て、その現場を見てですね、はい、やはり何と言っても今言ったようにオークランドエースのあの練習方法、はい、また選手に対するですね、グラウンドにおけるいわゆるその最近のスピリットになったり、はいはい、あるいは同時にですね、あのレイクランドのいわゆるスパーキー・アンダーソンの率いるですね、いわゆるもちろんフィールドにいいプレー、ハッスルプレーさせるのには、これはユニフォームを抜いたいわゆるスポーツマンとしてのですね、人間性をですね、いわゆる教育していくんだ、はい、あのいわゆるグランド内外のですね、教育方針のいわゆるしつけの厳しさっていうんですか、そのまた感銘を受けたんですね。そうですね。ですからどちらがそれを取るかということは、やっぱりどちらも取りたいですね。ミスターは大学時代スイングの基本を大リーグに学んだ、そして今度は監督業について大リーグでみっちり勉強したね。そうでしょう。